限界原発再稼働反対。これが最後の講義スピーチになりますのでよろしくお願いします。関西電力大井原発3、4号機の審査に合格が出されました。原発再開にこれほど前向きになる理由が理解できません。専門的にも基準地震動の計算式に問題があると言われ、さらには東芝の経営破綻に見るまでもなく原発による利益水準は意味をなさないことは明らかです。電力に不足がない今、再稼働に固執することはただ動かすことのみが目的化しています。私たちは未来から現在を貸し与えられているに過ぎません。未来に汚染された産業を渡すわけにはいきません。安倍政権は福島原発被災者を生涯保障すべきであり、再びこのような事故を起こす可能性のある原発から手を引くべきであります。安倍には人の痛みを監督する能力がない。だから私たちは絶え間なく要求します。政府は福島事故の事故を忘れるな。福島への責任を果たせ。自然エネルギーへのシフトを進めろ。すべての原発を廃炉にせよ。安倍はやめろ。安倍首相、また3月11日が来ます。東京電力福島第一原子力発電所が過酷事故を起こしてから6年が経ちます。まだあなたは原発を止めません。私たちはその怒りで毎週金曜日ここに立っています。脱原発、脱被爆を訴え、日本国憲法が保障する私たち一人一人に保障している権利を行使してここに立っています。私たちは何者にも分断されることなく、この脱原発の社会を実現することをここで共有したいと思います。
国と東電には原発事故の責任があります。その責任を果たすことなく再稼働し原発輸出することを私たちは許しません。福島の子どもたちを先に救いなさい。福島から避難している人たちの住宅支援を打ち切ってはなりません。被爆を隠し帰還を強制してはなりません。首相、あなたは米国の武器を買えば米国の雇用に貢献すると2月15日に答弁しましたが、それは違います。経済のために人を殺して良いはずがありません。原発から生まれる多量の劣化ウランを使って湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争をし、子どもさえ殺め、普通の市民も殺めているアメリカです。テロを招いているのはアメリカ自身です。私たちは知っています。旧ソ連が崩壊したのも、アメリカが今危機に瀕しているのも戦争をしすぎたせいです。核に頼って被爆を隠し、嘘と居直りで国の仕組みを変えてはなりません。私たちは人間らしく生きたいと誰もが思っています。そのような日本にするために脱原発しましょう。あなたは原発にこだわる限りこのように嘘をつき続けなければならないのです。私たちはそういう社会から一緒に降りようとここであなたに呼びかけているのです。ここで耳を塞いで通り過ぎる人も、警察の私たちを守ってくれる警察の人たちも、どうぞそのことを聞いてください。脱原発の社会をみんなで実現しましょう。
Yeah, man.